天安門広場で、毛主席語録を掲げる公営兵毛主席語録を掲げる、くれない公表。毛主席語録を読む大祭村の村民。毛主席語録は、中華人民共和国を建国し、中国共産党中央委員会主席となった、毛沢東の著作などから、引用、編集された語録である。日本では一般に、毛沢東語録としても知られる。表紙の赤色から、 西側諸国では、リトルレッドブックとも呼ばれる。1964年から1974年、頃まで、中国をはじめ世界各国で広く読まれ、当時の政治や文化、学生運動に強い影響を与えた本。特にフランスの5月革命に強い影響を与え、毛沢東は、スターリン亡き後の中疎対立の世界にあって、 新しい共産主義世界の指導者とみなされていた。改革開放後の中国国内では、中山服とともにオールドファッションなものとなり、解雇的な過去の栄光を現在に伝えるものとなっている。内容は、毛沢東が全く新しい段階に高めたマルクスレーニン主義を柱とした語録だけあって、その入門書としてわかりやすく書かれている。当初は、 当副主席兼国防部長の林表が1964年に人民解放軍向けに編集を命じて刊行されたものであったが文化大革命が発動された1966年に一般向けの出版が開始された。間もなく公営兵やクレナイ小兵が常に携帯するようになり公営兵の集会で振りかざされるシーンは文革を象徴する光景となった。 1966年から中国で出版されたものはポケットに入れて持ち歩くことを想定し汗で濡れることもあるので表紙は赤色のビニール製であった観光よりほどなく赤字に一式ずりの毛沢東の肖像が描かれる表紙が一般的となった以下外文出版社観光の日本語版による 目次に続いて本文は431ページ。それらの前に以下のようなページがある。共産党階級と階級闘争社会主義と共産主義人民内部の矛盾を正しく処理する。戦争と平和帝国主義とすべての反動派は、張り子の虎である完全と戦い、完全と勝利する。 人民戦争人民の軍隊党委員会の指導大衆路線政治工作昇兵関係軍民関係三大民主教育と訓練人民に奉仕する愛国主義と国際主義革命的英雄主義近券建国樹立機構成国区奮闘思想方法と工作方法調査研究誤った思想を正す団結規律批判と自己批判共産党員幹部青年婦人文化 芸術学習1971年に林氷が失脚すると林氷による前書きは削除されたが発行は続けられた。しかし4人組も失脚した後の1979年2月12日に林氷が毛沢東思想を断章主義によってねじ曲げたものであり4人組の害毒を垂れ流すものとして公式の発行は停止された。 現在でも人気が根強く、書店や通信販売などで購入でき、中国土産として土産物業者が文革当時のタイプを製造販売している。ありがとうございます。